今日のスバ。おい、聞いたかよ、王都を襲撃したゴーレムの話。突然現れた敵にアイリス様自ら撃って出たんだってな。ああ、さすがはアイリス様だよな。凄腕の冒険者たちを見事に統率して敵をあっという間に片付けたらしい。そうそう、その冒険者ってカズマたちなんだろ。今度は王都を救うなんてますます憧れるぜ。あー、いい、すっごく気持ちいい。冒険者たちからの羨望の眼差しがたまらない。アイリスの記憶も戻ったし、無事に全部終わってよかった。いや、なんか忘れてるような気がする。ああ、そうだ、詫びを入れなきゃいけないやつがいたな。ねえ、次キャンセルしたら本当に怒るかんね。もう大丈夫だって。あの時は本当に悪かった、今回は絶対にしないから。本当？本当に本当、俺だって楽しみにしてたのに、お預け食らってどんなに悔しかったことか。まあそういうことなら信じるけど、シチュエーションはこの前と同じでいい感じ？ああ、だいたいそれでいいんだが、いろいろ豪華にしたくてな、内容とか人数とか。いいけど、お金あるの？心配すんなって、ちゃんと持ってきた。久しぶりだし、パーッとやりたいんだ。へえ、やる気満々じゃん。じゃあ、今まで我慢してきた分、今夜は楽しませてあげる。たっぷり。たっぷり。やってやったぞ。こんな超豪華な夢、ダストだって思いつかないだろう。今夜は何が何でも早く寝ないとな。まさか二度も邪魔が入るなんてことないだろうし。なんだこのうまそうな匂いは。まさか。おい、お前ら一体何やって。ああ、カズマ、おかり。お、ただま、じゃない。なんだこの料理、いつにも増して豪華じゃねえか。フカヒレですよ。カズマも海に取りに行ったことあるでしょう。ダクネスの実家が送ってきてくれたんです。王都をモンスターから守ったことで、アイリス様から令状が届いたらしくてな。高級食材にふさわしいシュワシュワも持ってきたわ。早速いただいちゃいましょう。くそ、やっぱりこういうことになるのか。俺が店に行った日に限っていつもいつもブツ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 。何をブツブツ言ってるんですか。この前のミルキーオイスターの時も様子がおかしかったですよね。何よカズマ、もしかしてまたお腹いっぱいなの。だったらいいわよ、私たちが代わりに食べてあげるから。おい、アクア、いくらなんでもそれはかわいそうだろう。カズマ、お前も早く食べないと。なんでもう譲ることになってるんだよ。そんな毎回お約束に付き合うカズマさんじゃないぞ。フリーズ。シュワシュワ虫もよ、ひどいじゃない。食べれないからって嫌がらせ。違う、冷凍保存だよ。お前たちの分はちゃんと残してあるだろ。凍らせたのは回収するから、あとはどうぞお楽しみください。そういうことか、どうしても後で食べたいのだな。はあ、仕方ありませんね。ですが、できるだけ明日中に食べるんですよ。お腹を壊しかねませんから。言われなくてもすぐ食べるさ。じゃ、俺はもう寝る。何があっても起こすなよ。よし、ごちそうも確保したし、今度こそ何も気にすることなくサービスを楽しめるぞ。ねえ、カズマ、なんだか気味悪いわ。そんなにフカヒレが嬉しかったのかしら。いや、
あれは何か横島のことを考えている時の顔だ。見ろ、あんなに鼻の穴を大きくして。夜分に失礼する。クレイヤ、なんでここに。お、食事中だったか。失礼、突然ですまないが、皆様には城まで同行願いたい。は？またアイリスに何かあったのか。いや、事件というわけではない。アイリス様たってのご希望で、この間のお礼がしたいとのことなのだ。そういうことか。でもいきなりすぎないか。せめて明日で。ならん。アイリス様はまさに今せっせとご準備されているのだぞ。その期待を裏切る気か。いや、そんなつもりはないけど。久しぶりの公務でお疲れなのに、じきじきにお礼をなさるのだ。そんなお優しいアイリス様の気持ちよ、お前は。わかった、行くよ。行くからちょっと落ち着いてくれ。お前たち、フカヒレは冷凍だ。すぐに出発するぞ。カーラにはまた手紙を置いておかなきゃな。この芝お兄様、来てくださったのですね。もちろんだよ、アイリス。可愛い妹の頼みを断るはずないだろ。カーラには申し訳ないが、こうなったら仕方ないしな。せっかくのお祝いを楽しまないと損ってもんだ。というか、シェリーもお呼ばれしていたんですね。今は話しかけないでください。精神統一の最中ですので。なんか雰囲気が怖いんですけど、一体どうしたのよ。実はそのことでお兄様にお願いがあって。シェリー様との手合わせの立ち会い人を務めていただけませんか。手合わせ？立ち会い人？はい、以前魔道具を探しにブレーキの町へ行った時、シェリー様とした約束のことです。もし魔道具をお譲りいただけるのなら、先ほどの続きを。記憶が戻った私との手合わせではどうでしょうか。な、アイリス様。今はまだスキルの使い方も戦いの感覚も十分ではありません。ですが記憶が戻れば全力の戦いができます。アイリス様自ら手合わせの約束を。ああ、ありましたね、そんなこと。確かに魔道具は譲ってもらい、アイリス様の記憶も元に戻っている。はい、ですので正式に試合をすることになり、お兄様に立ち会い人を頼もうと思ったのです。そういうことか。わかった、それくらいのことなら引き受けるよ。お願いします。これならどうですか。負けません。アイリス様、あのアイリス様が防戦に回るとは、とんでもない猛攻だ。さすがは剣聖ですが、アイリス様もしっかりしのいでいらっしゃいますね。ああ、見守っているだけというのはなんと歯がゆいことか。アイリス様にかすり傷一つでもついてしまったら。夢中になって応援してるけど、クレアってお祝いパーティーの準備をしてたんじゃなかったの？いいではないですか。真剣勝負というのは、いつの世も私たちの心を掴んで離さないものなのです。そこ、隙ありです。はぁ、あ、参りました。そこまで、試合終了。勝者アイリス。アイリス様、お見事でした。私、感動して涙が止まりません。ありがとう、クレア。シェリー様もお手合わせありがとうございました。こちらこそ、試合の時間をいただき感謝いたします。こんな風に隙をつかれるなんて
私もまだまだ精進せねば。騎士団長クラスと遜色ない腕前ながらまだ上を目指すか。さすがだ。最弱色に甘んじるどこかの冒険者とは志が違う。なあクレア、今俺のこと見ました？そんな、カズマさんには危ないところを助けていただいたこともありますし。そうです、ご迷惑でなければパーティーに入れてください。皆さんと一緒に冒険をすれば私ももっと腕を磨くことが。そんなのずるいです、お兄様。なら私もこれまでご迷惑をおかけした分もたくさんお手伝いいたしますから。おいおい、そんなこと言われても、ね、カズマ殿、わかっているな。アイリス様は我が国の大切な王女、軽々しく連れ出すなど。知ってるよ、アイリス、シェリー、二人の立場を考えるとパーティーメンバーってのは難しいけど、たまにクエストに呼ぶくらいなら任せてくれ。嬉しいです、ありがとうございます、お兄様。クエストに呼んでいただけるだけでも助かります。特に高難易度クエストの際はぜひともよろしくお願いしますね。ねえ、それよりパーティーはまだかしら。もうシュワシュワ開けちゃいたいんですけど。お前はほんとぶれないな。アイリス、手合わせの後すぐで悪いけど、もう始められるか？ええ、もちろんです。それでは、パーティーを始めさせていただきます。おお、豪華な料理が続々と。あ、フカヒレもありますよ！これよこれ、屋敷で食べ損ねた分、たくさん食べるわよ。やれやれ、屋敷に冷凍してあるのにここでも食うのかよ。今は美味しく料理をいただくのが礼儀というものだろう。ほらカズマも、このパーティーの主役だろ。そうだったな。んじゃ、とりあえず乾杯でもするか。入れた。ああ、体中痛い。なんなのもう。結界きっと食って言ってたのに隙もしかなかったじゃん。であいつまたいないし、手紙だけ置いてかれても困るっつーの。もう怒った。佐藤一馬、このままじゃ置かないから。この巣場、バーシュワシュワおかわりじゃんじゃん持ってきて。おいアクア、あんまり飲みすぎるなよ。あ、こっちにも頼む。めぐみにはジュースで。ちょっと勝手に頼まないでください。私もシュワシュワ飲みたいです。まあまあ、めぐみ、ほら、霜降り赤ガニをもらってきたから一緒に食べよう。おお、そんなものまで。うわー、ほっぺたがとろけてなくなってしまいます。やれやれ、単純なやつ。しかしさすがだな、高級食材に音楽隊まで揃ってるとは。すべてアイリス様の計らいによるものだ。感謝するんだなと言いたいところだが、カズマ殿。お、なんだよ改まって。いや、このようなパーティーが開けるのもアイリス様の記憶が元に戻られたからだ。あんな風に。まあ、アクア様すごいです。大噂は聞いておりましたが、まるで庭園にある噴水のような見事な水芸です。そうでしょう、そうでしょう。優雅な音楽に合わせた究極の芸をとくとご覧なさい。アイリス様がとても楽しそうにしておられるのは、カズマ殿、あなたのおかげだ。感謝する。どういたしまして。私からもお礼を言わせてください。
カズマ様がいなければ今頃アイリス様はどうなっていたか。そんなにかしこまらないでくれよ。なんか落ち着かないんですけど。だがあまり調子に乗らないことだな。いくらアイリス様のためとはいえ、また無断で外へ連れ出すようなことがあれば。分かってるって。ほら、せっかくのお祝いパーティーなんだし、二人も今日ぐらい楽しんだら。クレア様、ご歓談中失礼いたします。ご報告が。失礼、カズマ殿。席を外す。レインも来てくれるか。はい。それではカズマ様、パーティーの方はお楽しみくださいね。この後は舞踏会の準備もしておりますので。あ、おい！舞踏会って？俺も踊るのかよ！お兄様、クレアたちと何をお話しされていたのですか？ああ、まあちょっとした雑談だよ。それより、わざわざパーティー開いてくれてありがとうな。いえ、妹子の時はとってもお世話になりましたから、感謝しなければならないのはこちらです。そういえば全部覚えてるんだっけ？もちろんです。記憶を取り戻すため皆様と冒険した日々はどれも大切な思い出です。お兄様、また妹子と一緒に冒険してくださいね。ああ、なんならまたアクセルにも来てくれよ。親方もアイリスに会えなくて寂しそうだったし。クレアへの言い訳は考えとかないといけないけど。にしてもアイリスが元気になって本当によかった。あ、そうです、お兄様、まだこれをお渡ししていませんでした。どうぞ。なんだ、チケット？そうです、お兄様の言うことを何でも聞くけん、これまでの感謝の気持ちです。なんでも？なんでもって、なんでも？そうですよ、お兄様、お願い事があれば何でも言ってくださいね。マジか、ありがとう、アイリス。考えておくよ。はい、楽しみにしておりますね。あ、音楽が変わりましたね。あ、ほんとだ。で、まさか例の舞踏会の時間か？そうです。さあ、お兄様、一緒に踊りましょう。ほら。わかった。こうなったら今日はとことん付き合ってやる。下手でも笑わないでくれよ。もちろんです、お兄様ならきっとすぐに楽しく踊れると思います。素敵な夜にしましょうね。シャルウィーダンス。なあカズマ、踊りのことで落ち込む必要はない。誰にだって向き不向きはあるものだ。思い切りが足りないのですよ。こんなことなら私が直々にかっこよくキレのある踊りを教えてあげましたのに。いらない、もう言わないでくれ。というか一人にさせてくれって言ったのになんでついてくるの？こんな夜遅くにカズマが城を出ていくところが見えたものだから。厄介事を起こさないようにお目付け役です。俺のことなんだと思ってんの？いつも厄介事を起こしてるのはお前たちの。こっちだ。やはり昨晩の報告通りで間違いない。警戒して当たれ。何やら城門の方が騒がしい。騎士団が召集を受けているのかみたいだな。あの、すみません、何かあったんですか？これはカズマさん、実はモンスターの集団が王都に向かってきているとの情報がありまして。え？まさかまた女型ゴーレムですか？いえ、コウモリモンスターです。ただ集団を率いている何者かがいるようなのですよ。さらにはその何者かがカズマ許すまじなどと謎の呪文を叫んでいるという報告もあり。カズマ？俺の名前。ああ、カズマ、何か心当たりはありませんか？いやいやいや、ないないないはず。多分。でも女型ゴーレムみたいなことがあると厄介だしな。あの、騎士さん、俺も行ってみていいですか？何かお役に立てるかもしれないですし。まさか手伝っていただけるのですか？
大事になっては大変ですし。メグミンとダクネスはここにいてくれ。ちょっと行ってくる。この芝、すごい数のコウモリだな。こいつらを操ってるやつってのは一体どこに。カズマ許せまじ。なんだ、何か声が。足のサービスすっぽかしたこと絶対後悔させてやる。お前カーラか。カズマ、やっぱりオートにいたのね。いましたけど、てかなんでここがわかったんだ。ふっ、悪魔には悪魔の情報網があるのよ。それより一人でのこのこ出てくるなんていい度胸してるじゃない。あんた自分が何やったかわかってんの。いや違うんだカーラ、わざとじゃない。どうしても外せない用事があって。うっさい、こんなに何度もキャンセルされて足のプライドズタボロなんだけど。それにね、このままじゃお店のノルマ超えられないの。そしたら足クビなんだけど、わかってんの。いや、そのことに関しては大変申し訳なく。もういい、どうせクビなら人暴れしてやるし、あんたをボコしてこの街もめちゃくちゃにするから。やめて。それに街はまずい、俺の仲間もいるんだ。そんなところにお前が来たら、俺がサキュバスの店に行ってたってことがバレる。それだけは阻止しないと。は？何？守ろうっての？そんなに仲間が大事？アーシとの約束は破るくせに。いや違う、そうじゃないんだカーラ。俺が守りたいのはお前なんだ。え？いいか、この先はオートだ。精鋭騎士たちが何百人と待ち構えてる。サキュバスの苦手なプリーストだって大勢いる。わかるだろう。それは確かにそうかも。よし、ちょっと苦しいけどこのまま押し切れば。なんていうわけないでしょ。行けお前たち。ギャー、やっぱダメか。いや待ってカーラ、ちゃんと聞いてくれ。本当なんだ。何が本当なのさ。心配してるんだよ。散々すっぽかしちゃったけど、俺にとってカーラが素敵な夢を見せてくれる存在だってことは変わらない。怒らせちまってごめん。でも冷静になってくれ。俺は大切なお前がやられるところなんて見たくないんだ。何さ、調子いいこと言っちゃって。よし、今度こそ。ごめんカーラ、このお詫びは必ずするから。だから今は引いてくれ、頼む。情けないやつ。ああ、なんかやる気なくなっちゃったわ。え、それって。わかったって言ってんの。今日は見逃してあげるけど、お詫びするって言葉忘れないかね。ほら行くよお前たち。なんとかなったのか。ああ、ほんと焦った。マジで寿命縮んだ。でもこれで王とは守れたことだし、サキュバスの店のこともみんなに知られずに済んだな。一件落着。この度は誠にありがとうございます、お兄様。お一人でモンスターの群れを追い返すだなんてさすがです。ええ、またしても町を救っていただきました。カズマ殿のことを少し見くびっていたようだ。女型ゴーレムの剣といい、まさかここまで手だれだったとは。町の英雄、冒険者カズマに敬礼。そんな大したことじゃないんだけど、謙遜なさらないでください。これはささやかですが、モンスターを討伐してくださった冒険者への報奨金です。こんなに。いや、善行はしてみるもんだな。怪しい。わざわざ一人で行った上に
撃退に成功してるんですよ、あのカズマが。ええ、喜び方も微妙よね。あんなにお金もらってるのに、絶対何か裏があるわよ。確かにカズマの態度は気になるが、町を救ったことに変わりはないし、いいのではないか。甘いわよ、ラクネス。今までそうやってまともな結末になんてなったことある？この後、みんなでひどい目に遭うんだから。あ、見ろよカズマだぜ。あいつまたやったんだってな。今度はモンスターの大群をたった一人で退けたとか。ああ、とんでもない英雄だよ。今のうちにサインとかもらっといた方がいいよな、絶対。やっぱり尊敬の眼差しは心地いいぜ。臨時収入何に使おうかな。おお、カズマ、聞いたぜ。またオートで活躍なんてな。いや、やるじゃねえか。さすが俺の相棒。ここは堅実に貯金でもするか。部屋の誰にも見られないところに隠すとして。おい、無視すんな。なあ、いいじゃねえかよカズマ、貯金なんてつまんねえよ。どうせならお祝いにパーッと使おうぜ。はあ、高る気満々のやつにそんなこと言われてもな。そう言うなよ、俺とお前の仲だろ。これ知ってるか、例の店のチラシ。詳しく。ああ、最近町にいなかったから知らないだろう。また新しい子が入ったらしい。それにすっげえオプションも増えたって話だ。詳しいことは俺もわからねえが、知り合いが言うにはそりゃもうやりたい放題、天国にいるみたいな気分なんだってよ。やりたい放題、天国に。おうよ、行ってみたくねえか、天国に。そうだな、カーラとの約束もあるし。分かったぜダスト。じゃあ例の店行くか。話がわかるじゃねえか相棒。英雄佐藤一馬の活躍を祝して盛大に遊ぼうぜ。まだかな。あら、カーラ、またため息？最近仕事がうまくいってないからかしら。すみません、お姉様、すぐに仕事の続きを。いいのよ、ちょっと早いけど休憩行ってらっしゃい。なんだか今日はお得意様が来る気がするの。それまでに気持ちを切り替えてしっかり働いてちょうだいね。お姉様。はい、明日頑張ります。にしてもお得意様か、もしかしてカズマとか。あいつ早く詫びに来いっての。このスマ、いらっしゃいませ逃げずに来たみたいね。ああ、お詫びするって約束してたもんな。今日はよろしく頼む。うん、任せて。今まで散々すっぽかしてきた分覚悟してよね。おいカズマ、なんだよお前、いつの間にこの子と仲良くなってんだよ。ああ、ちょっと色々あってな。それより新しいオプションのことが知りたいんだが。サキュバス大回転コースですね。出勤中の全員を相手に、それはもう夢のようなひとときを味わっていただくコースです。女の子全員？それって本当に全員か？ええ、それはもう入れ替わり立ち替わり、このお店のすべてを味わっていただく素晴らしいコースです。入れ替わり立ち替わり、すべてを。あ、じゃあそれにする。俺たち二人その大回転コースで。ただ申し訳ありません、お客様、こちらのコースは1日1名様限定のコースとなっておりまして。じゃんけんポン！くっそー、負けた、またかよ
じゃんけんでカズマさんに勝てるはずがないだろ。それではご案内いたしますわ。めくるめく大回転の世界に。あ、お願いします。あれ、カーラは？すみません、全員と言いましたが、カーラはまだ新人ですから。大回転コースはテレンテクダのスタッフのみで担当します。そういうことか、じゃあ仕方ないな。カーラはまた次来るときよろしく頼むよ。そんな。この子はダスト様を担当させていただきますわ。ほらカーラ、ぼっとしてないで。わかりました。佐藤和馬様はこちらに。どのような流れがご希望ですか？そうだな、年上のお姉さんもいいし、時には年下の子から積極的に求められたりしても。カズマってば、足にお詫びしに来てくれたんじゃないの？お姉様たちにあんなデレデレしちゃって。おい、カラ、アンケートを書き終わったんだけど。だいたい大回転コースって何？そんなの聞いてないし。それより足を選んでくれると思ったのに。うおー、マジか。なら、それでお願いします。今夜が楽しみだ。そうだ、初めからそうだったじゃん。あいつは明日の約束なんて何とも思ってない。そろそろこっちの話も聞いてほしいんだけどよ。あ、もううるさい。今それどころじゃないっての。もういい、甘い顔してた足がバカだった。集まれカワモリたち。え、カーラ、何やってんだ。全部あんたのせいなんだから、足の怒り思い知れ。待て、カーラ、おい、やばい、とにかく逃げなきゃ。カーラ、お客様になんてことを。すみません、後で戻ってくるので大回転コースはキープしてください。おい、カズマ、俺を置いてくんじゃねえ。逃がすか。待ちなさい。あいつサキュバスの姿のまんま。このまま街で暴れさせるのはいろいろまずい。つっても俺らだけでどうにかできる相手じゃねえし。お、あそこにいるの。おい、カツラギ、ちょっと一緒に来い。佐藤カズマ、いきなり名前を間違…うわっ、やめろ、引っ張るな。いつまでも逃げられると思わないで。あっ、危ねえ。なんで俺までこんな目に。一体どういうことだ、佐藤和馬。あれはサキュバスじゃないか。町の外から男を狙って侵入してきたらしい。報酬は払うから力を貸してくれ、頼む。なぜ急にこの町へ。それにあのサキュバス、明らかに佐藤和馬を狙っていないか。そういうのは今はいい。アクアが悪魔を嫌ってることは知ってるだろう。協力してくれ。アクア様が。わかった、そういうことなら手を貸そう。行くぞ。おう、頼んだ。お前も戦うんだよ。くー、なんでこんなことに。俺には大回転コースが待ってるってのに。このスバ。ようやくコウモリの数が減ったか。すげえ体力消耗したぜ。数が多いんだよ。危ない、カツラギ、クリエイトウォーターからのフリーズ。あ、滑る。ってこら、やめろ佐藤和馬、遊んでる場合じゃないんだぞ。邪魔なんかしてません。確かにちょっと荒っぽかったけど、ちゃんとコウモリの攻撃は避けられただろう。戦ってる時くらいこっち見ろっての。
やばっ、うきゃー、避けられた。ふぅ、危ないところだったな、佐藤一馬。もうちょっと優しい助け方はなかったのかよ。お互い様だろ。ふん、初級冒険者の君はそこで見ていてくれ。ここはソードマスターの僕に任せて。スリープ。なんだ。なんかこの人キモいんだけど。あーしが用があるのはカズマなんだから邪魔しないで。おい、肝心なところで起きろって、起きろってば。サキュバス特製のスリープは効果絶大だもん。さあカズマ、次はあんたの番だから。やばいやばい、あの目本気だ、追い出すぞ。っていない、まさか自分だけ逃げたのか、あの野郎。終わった、もうダメだ。せめて優しく、できるだけ痛くないようにお願いします。覚悟できたっぽいし、一撃で。買い出しの鬼頭、何やら騒がしいと思って覗きに来てみれば。奇怪な状況に出くわしたな、バニル。これはもしやご休憩中だったかな。違います、全然違います。助けてくれ、頼む。うん、2人とも落ち着くがよい。あ、わかりました、バニル様がそうおっしゃるなら。助かったから、とりあえず俺に弁明させてくれ。何かおごるからさ。しゃあなし。というわけで、本当にいろんなことが立て続けにあってだな。それに俺も浮かれてて、悪気はなかったんだ、ごめんなさい。今さらそんな風に謝ったって、遅いし。まあでも、なんか知らないうちに丸く収まったんだしよ。せっかくなら笑い話にしてパーッと忘れちまおうぜ。お前どの面下げて戻ってきたんだよ。それに収まってはないからな。結局例の店に罰金払わなきゃいけなかったし。けど寝てる間にカズマがサキュバス退治したって聞いた時の三剣の顔は傑作だっただろ。それは確かに。だからそういうことだし、そろそろ許して。バニル様、またお会いできたら。カーラのやつ、バニルの前だと妙に素直というか、なんか惚れっぽいやつみたいだし、もしかして。なあカーラ、お前バニルのこと好きだろ。何言ってんのさ。おお、めちゃくちゃわかりやすい反応だな。バニルに会ってすぐにコウモリを引かせたけど、それってあいつに凶暴なとこ見られたくないとか、そういう理由だろ。はっ、言いすぎ、ちょっと遠慮してよ。回りくどいよりはいいだろ。とにかくそれなら話が早い。カーラ、今までのお詫びに協力させてくれないか。協力って、あーし、その好きだなんてまだ言ってないし。だからそういうのはいいって。バニルのこと好きなんだろ。なら遠慮してちゃダメだ。バニルといつも一緒にいるリッチ、見たことあるだろ。ああ、あの綺麗な人でしょ。あの女の人がどうか。まさか。ああ、うかうかしてたらバニルを取られちゃうかもしれないぞ。それでもいいのか。それは、まあ、いや、だけど。だろ？この前カーラのことが大切だって言ったのは嘘じゃない。大事な仲間には幸せになってもらいたいんだ。
そういうことだから、カーラのその気持ちを成就させる手伝い、ぜひさせてくれないか。また面倒なことしようとしてんな。ま、俺は陰ながら応援してるからよ。話を聞いたからにはお前も協力するんだよ。でどうだ、カーラの恋路、俺たちに応援させてほしいんだ。カズマ、わかった、そんなに言ってくれるならお願い。もし私とバニル様がもっと仲良くなれたら、今までのことは忘れてあげる。それでいいんでしょ、ダストさんにはお礼のサービス券ね。サービス券、任せな、俺が何とかしてやる。交渉成立だな。じゃあこれからしばらくの間よろしく頼む。うん、ちょっとは期待してあげる。このそば